東アジア中国北西部、今回は人権侵害で世界中が注目する新疆ウイグル自治区の中心地ウルムチの映像をお伝えする。中国新疆ウルムチと、これアルマティ、カザフスタンを結ぶ、バスです。第101カ国目、中国の前に中国について少々。人口14億人、中国語でゾンゴー。ちなみに14億人っていうのは公式発表で、中国は一人っ子政策で戸籍に載ってない子供がたくさんいるので、実際は15億っていう話もあります。経済規模は皆さんご存知の通り、アメリカに次いで世界2位、世界の富裕層上位 10% に占める割合もアメリカを抜いて世界1位となる一方で、6億人は月収約150ドルで生活しているという世界にも類を見ない格差社会のある国家です。主要産業はおそらくほぼ全部の産業、多分何でも作ってます。強いて言えば世界の工場と言われているだけあって、安価な労働力を目当てに世界中のメーカーの工場があるので製造業なんじゃないかなと思いますが、近年では人件費が高騰し、ベトナムなどに移転する企業も多いというふうに聞いています。食事に関しては皆様ご存知、世界の中華料理。バックパッカーで世界中の屋台飯を食べましたが、安い、うまい、早いは世界ぶっちぎりトップだと思います。 FIFA ランキング75位です。いやー、中国に入りました。中華人民共和国、漢字ばっかりです。恐竜だ。也成了大日本了。三个新模一个。哦吼！也是你。直断主动干嘛？你，你看，你就是个臭爪子，咋都脱不了。哟，人家狗子后面窜的干。はい、ウルムチでーす。ニューヨークのクライスラービルっぽいものか。すげえ、大都会じゃないですか、中央アジアに比べたら。どうも。全部感じ。辛いやつ。一色目でもないな。なんだろうこれ。10月1日爆笑上映。どうやらここは映画館のようです。都会ですなぁ。高い。ちらほらモスクが街の片隅にあります。完全に中国です。もうほぼほぼ漢字、たまにウイグル文字が出てきたりもしますけど。ちょっとね、公安がね、怖いですね。やっぱり敏感なエリアなんで、ビデオカメラと思ってるとスパイだと思われてしまうかもしれません。今のところ武力衝突は見てないです。一応漢字の上にあのウイグル語が書いてあるっていうのが、まあ、ここの人事の特徴です。ウイグルおばちゃん、帽子をかぶってるのはウイグルおじさん。これ街の中心なんですけど、結構ウイグル人が増えてきました。帽子かぶってるおばちゃん、ウイグル族です。やっぱこの漢字である程度何屋さんか予測がつくっていうのは面白いところです。これが一応、まあ、街の真ん中の市場なのかなというふうに、まあ、ガイドブックには書いてあります。市場。おじゃ、何やこれ。おぉ、漢方かな。 Thank you。 招待状と、トイレ。何だこれ。
っちゃ煙立ってる、なんか独特の雰囲気を醸し出します。ここはもうウイグル人ばっかりです。中国語じゃなくて、中央アジアと同じ言葉を喋ってるようです。マクドナルドスポーツにナイキも入ってます。何作ってるんだか全然わかんないです。これ和田玉なんて、いい感じの裏路地。よいしょ。なんだこれ。さあ問題、この三菱っぽいロゴは何でしょう、この車。正解は三菱です。おっと、素敵なピカチュウがいます。太極拳ではなく社交ダンスみたいなのやってますね。おじいおばちゃんが踊ってます。牌の数は同じっぽいんだけど、自由な感じで、めっちゃ叩いてる。必须要有一三个才行了。花三个嘛，一花两花三花，带八页的。カードが展望代わりになってる。ウルムチでございました。中国一か所目ですが、大都会ですね。ウルムチタワーなんてのもあります。次回も中国甘粛省にあるシルクロードの砂漠のオアシスと呼ばれる月牙泉、その後は中国最初のビッグシティ蘭州です。ビルが高い。次回リアル中華三昧、お楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。